皆様アロハ。ワイナワークスがお届けするカウアイストーリー、今日は西のワイメアにある通称ロシアンフォートからお送りします。ロシアの要塞エリザベスと呼ばれているこの場所は、ハワイ語ではパーウラウラオヒーポー、意味は粛清の赤い囲いといった感じのようです。歴史上カウアイ島にとって非常に重要な場所であり、現在は国の指定歴史建造物として認定されています。200年前に建設され、全貌はこのように変則の星形をしています。この要塞の建設は1800年代の初め、ロシアの貿易船がワイメア沖で座礁し、船自体とその主な積み荷であるアザラシの毛皮をめぐる攻防から始まります。船の持ち主、ロシアアメリカ会社から積み荷の引き取りの使命を受け、カウアイ島に来たのはドイツ生まれの医師シェイファーでした。彼は最初ハワイ王国のカメハメハ一世の力を借り、カウアイ島の王カウムアリーを説得して積み荷を取り返そうとしますが、それは失敗します。そこで彼はロシアの後ろ盾があると匂わせ、カウマリー王にカウアイ島の独立を促し、さらにハワイ王国をロシアが支配するという計画を企みます。カウマリー王も最初はその計画に乗って、ロシアの要塞を作る土地を与え、このワイメア川河口近くに今も残るロシアンフォートが建設されました。しかしこの計画はシェイファーが独断で行ったものであり、ロシアアメリカ会社はカメハメハ王に反旗を翻すことを望まなかったため、シェイファーの計画を支持せず中止を命令。カウムアリー王もシェイファーとの関係を見直し、契約破棄となります。その後ロシアンフォートはカメハメハ王の支配下となり、1824年カウムアリー王の死後、息子フメフメがカメハメハに反旗を翻した。その一度だけこの地で大きな戦いが起こりました。今年カウアイ島最後の王であるカウムアリー王の銅像がロシアンフォートとワイメア川の河口を見下ろすように設置されました。カウムアリー王はカメハメハ王がハワイ統一を試みた際、戦いを避け、話し合いによって島をハワイ王国に差し出し、島民の命を守りました。カウアイ島は戦いに敗れて降伏したのではないという、カウアイ島の人々のプライドは今の時代にも受け継がれています。島の移動には欠かせないハイウェイルート50は、この偉大な王にちなみカウムアリーハイウェイと名が付いています。カウムアリー王は今でもカウアイ島の人たちにとって大切な、尊敬すべき最後の王で、今度カウアイ博物館にもカウムアリー王の銅像ができるそうなので、またカウムアリー王についての動画を撮りたいと思います。カメハメハ一族とカウムアリー王のお話はとても興味深いものがあります。またご紹介しますので、歴史好きな方はどうぞお楽しみに。帰り道ワイメアのヘイアウコンプレックスの一つ、ホロホロクーヘイアウにも立ち寄りました。ここは身分の高い王族の女性が出産をしたというヘイアウで、ここで最後に生まれたのがカウムアリー王です。ロシアンフォートから平野までの動画いかがでしたか？またじっくりとカウアイ島のお話を動画にしたいと思います。ご覧くださってありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。アロハー。